シャルル・マーニュのドゥニエ。793年、または794年から812年。左は十字架を中心として二重の同心円の間に、カールブス・レックス・エフアール。カールブスは、シャルル・マーニュの名で、レックスは、O、FR は、フランク・オラム。右は、シャルル・マーニュの組み合わせ文字の周囲に、トルベッサ。上記のうちは十字架を表す。ドニエは、 かつてフランスで使われていた通貨単位。シャルル・マーニュの先代ピピン三世が着手した改革により、フランク王国はソリドス金貨を通貨単位とした金本位制と決別し、銀本位制へ舵を切った。ここで採用されたのがデナリウス銀貨である。フランク王国はやがて分裂し、デナリウスは正規中世には各国語で呼ばれるようになった。 そのフランス語読みがドゥニエである。フランス革命期にフランスフランが採用されると役名を終え、廃止された。日本語ではドニエ、デニエなどとも表記されるが本校ではドゥニエに統一する。ピッピン三世が採用を決定したデナリウスという貨幣の単位はピッピンのオリジナルというわけではなく、共和制ローマの時代に起源がある。ローマのデナリウスの語源はエイドに足バスで、 当時存在したオドーカス10枚分と10日の進化兵として設定されたために命名された。最初の1枚がいつ作成されたかについて、プリニュースは紀元前269年とし、後代の説では紀元前157年、紀元前167年などの説もあったが、現代では紀元前211頃と考えられている。冒頭で、 記述のようにやがて各国語で呼ばれるようになったが、フランス語では、ドゥニエと呼ばれるようになった。日本語では、ドゥニエ、ドニエ、デニエなどと、表記揺れが見られる。同じくデナリウス銀貨を起源とする貨幣は、貨幣のような各国語で呼ばれた。最上段が、ラテン語の貨幣単位で、続く各項に、各国の対応する単位を各国語で示してある。アンリピレンヌはシャルル・マーニュを指して、 大抵が中世の貨幣制度の創始者であるとした。シャルル・マーニュは1リーイコー =240 ドゥニエという貨幣体系を制定し、この体系は18世紀末まで概ね維持されたが、当初実際に貨幣として発行されたのはドゥニエだけであった。基本設計として1リーブル重量の純銀から240枚のドゥニエを作るということから、この貨幣体系となった。 以後時代を経ると変化出していき、最終的にはどうかに姿を変え、さらに、フランス革命を機に、フラン体系にとって変わられる運命ではあるが、それまでの10世紀ほど存続した。インフレによって、ドゥニエの価値が下がってくると、より高額な単位である数やリーブルの貨幣も、出現するが、それまではこの二つはあくまでも計算上の単位に過ぎず、現代日本におけるリンやゼニのような存在であった。 その点においてドゥニエは基軸通貨として唯一の存在、現代日本における縁のような存在であった。とはいえ経済が発達して貿易が盛んに行われるようになり、貿易などの大口取引を現金決済する機会が増えてくると、さすがに度重なる海中で価値の落ちたドゥニエを箱一杯分単位で取引を行うのは非現実的であることから、 より価値の高い貨幣に対する需要が高まった。これに対応して、エキュ、フラン、グロなどの金貨を含む新たな通貨単位が制定された。これらの新たな体系の通貨が発行された場合でも、ドゥニエはそれらの価値を測るための単位として用いられ、より高額な通貨体系と並立していくことになる。価値とともにその立ち位置も変化していくが、詳細は次の歴史説で記述する。 ピッピン三世のディニエ、RP の名文。R は O を表し、P はピピンを表す。フランク王国、メロビング朝では、ローマの伝統で金貨を基軸通貨としていたが、7世紀も終わりに近づくと、金の生きがい流出による原料不足に陥り、含有量の極めて少ない金貨となっていた。交易路という観点から、フランク王国を見れば、南はイスラムにより、 地中海を北はノルマンの海賊に抑えられ、フランクは大規模交易は行えなくなっていた。こういった時代背景のもと、751年にピピン三世はローマポンドをベースとし、1ポンドを22ソリルス、1ソリルスを12デナリウスとする銀本位制を採用した。続いて王位についたシャルルマーニュは、先代の改革を引き継ぎ、781年に、 貨幣を鋳造する権利を国王に限定する直例を発布した。また、銀貨をベースとした貨幣制度も引き継ぎ、重量をより増やした。具体的には、ベースとなる銀の量を 327g から1、リーブル重量へ引き上げ、1リーブル20数、1数を12度にへ、すなわち1リーブルは240度にへと定めた。 この交換比率の変更は793から794年に行われた。純銀貨が作られたわけではないので便宜上の計算ではあるが、327g264 枚イコール 1.24g1 枚と 491g240 枚イコール 2.05g1 枚と考えると1枚あたりの重量が増える計算になる。 実際に初期に作られたのは4 0 8ムで、品位は950、1000の銀を元として打刻された240枚のズニエ、であった。805年、先に、シャルル・マーニュの出した直令は走行し、貨幣鋳造の権利は、王が独占することとなった。とはいえこれも建前に過ぎなかったようで、それまでに存在していた造幣所は依然として存続しており、各地の領主や、 教会の下でも造兵は引き続き行われていたともされ、シャルル・マーニュの死後、貨幣貢献は完全にうやむやになってしまった。さらにデーンエルト用にコインの需要が増えたため、9から10世紀に造兵権の正式な異常も増加し、造兵症は増加していった。詳細は口述するが、11世紀までは概ね各地の貨幣の品質は統一されていたものの、やがて、 パリカを指す。イカ同様に各地で鋳造された貨幣を地名化で表記する、トゥールカなどといった地方ごとのドゥニエが乱立するようになり、単位としては同じ一ドゥニエであっても価値はまちまちという状態になっていく。銀貨を選択した理由については、単純に金貨を発行し続ける余力が当時のフランク王国に存在しなかったという。 水退説が1927年のアンリピレンヌ、中世の都市などで有力であったが、1960年以降の研究では、将来的に一般市民にも貨幣を浸透させることを考えれば、彼らがより行う機会の多いであろう小学決済に便利な銀貨をあえて選択したためという説が有力となっている。ちなみに、本校では詳細に触れないが、 1980年代までの研究においては、この時期は完全なる銀本位制であり、金貨の製造はなかったと考えられていたが、2015年発表の名城国尾による論文によれば、流通貨幣としてではないものの、細々と金貨の製造は行われていたという論も、現在では通用するようになっているとのことである。貨幣の流通という点を見ると、初期は、 発行数が少ないために広く使用されていたとは言えず、主に兵士の給料の支払いに充てられた。また、ドゥニエは通貨単位としては最低単位ではあったが銀貨であり、一般市民の生活におけるパンなどの日用品、それも少量と比較した場合は、高額な貨幣なので、物々交換や帳簿上の総裁、掛け売りということを行うための価値尺度としての利用がメインであった。 カノヨシアキの論文ではこの状況は12世紀頃まで続いたとしている。一方で、貨幣の流通については、カノリング町時代にすでに活発に行われていたとも言われており、この根拠の様々あるうちの一例として、シャルル2世紀の発布した貨幣改革及び流通促進についての直例が挙げられている。フィリップ3世のデュニエ、1270年。 左は十字架を中心として二重の同心円の間にフィリップブスレックス。右はトベレンブスシビス。中央に描かれているのはトゥールの城と呼ばれ、フィリップ二世が導入した図柄で、バロア町のシャルル六世時代まで見られた。これ以前は、教会発行のドゥニエに、教会道が描かれるタイプがあった。商業は10世紀から徐々に復興し、12から13世紀には、 満開といって良いレベルの活況を呈すようになっていた。886年のパリハクウードをはじめとし、そして10世紀になりカロリング町とパリハクウードの家が交代で大いに着くようになり、王権が弱体化すると、貨幣のデザインも各地の諸公や教会でバラバラとなり様々なドゥニエが鋳造されていく。10世紀中頃の貨幣デザインについて、王の名は、 白付けのために引き続き使われはしたが、諸公や教会の中造した貨幣には、諸公や聖人の名を入れるケースが見られるようになった。諸公でこのようなデザインを用いたのは、オーベルニュ博の業務年焼博が、教会では、トゥールのサンマルタン教会が最初という。中には、誰をおうとしてよいかわからなかったためか、十字の周囲に名を入れず、模様のみとしたものもある。 11世紀になって、商業、交易が本格的に復活してくると、貨幣の需要が増えて、さらにイスラムの有力銀山が枯渇したことにより、他地域からの銀の流入も減少したためにルニへの原料となる銀が不足するようになり、貨幣の品位は大きく下がった。王家は貧弱であって、諸公や教会が天然に貨幣を鋳造していくので、 フランス域内でも地方ごとそれぞれの貨幣の価値は際が出るようになっていった。例えば、11世紀のメーヌにおいては、マンカが標準通貨として流通していたが、アンジューカ、トゥールカの2倍の価値を持っていた。フランス南部ではメルグイーカが広く流通していたが、トゥールーズカはその倍の価値があった。12世紀になっても、各地で相変わらず、諸公や教会が、 おのおの好き勝手に鋳造を続け、デザインは様々なものが作られる中、フィリップ2世がパリカのタイプをベースに自身の支配権においてドゥニエの標準化を進めた。フィリップ2世はまずパリカ・ドゥニエをオルレアン、パリ、フランドルの標準化兵とし、ついでトゥールカをノルマンディ、メーヌ、アンジュ、トゥーレーヌの標準化兵とした。この二種は等価ではなく、交換比率は トゥールカ5に対してパリカ4とされた。これら地域では時代の類発生以降パリカをやめトゥールカに統一されたが、口実するように未だそれ以外の地方では独自通貨はまだまだ存在した。またパリカ自体も計算貨幣として表現の上では存続した。さらに後のこととなるが世界大百科辞典によれば、 両通貨は1667年の王霊をもって、ようやく一本化されることとなる。13世紀に入り、フィリップ2世による王領拡大が進み、フランスが発展を見せると農村にも貨幣が浸透してくる。類休世は税を貨幣で納めるよう明文化した。また、貨幣貢献の国王集権化は、類9世時代にほぼ完成したとされる。 1262年のシャルトル直ョク例では、各地域での諸公、教会によるドゥニエ造兵は引き続き認めつつも、域外では通用しないこととし、王の中造したドゥニエのみを王国の共通貨兵とした。類旧世一世の末期に新たなタイプの通貨単位として、グロとエッケが導入され、それぞれ銀貨と金貨として発行された。金銀副本位制の始まりである。 トゥールカ1グロはトゥールカ1数と10とされ、1駅はトゥールカ10数と10とされた。この時の金貨はともかくグロ銀貨は使い勝手が良く、大ヒットし、他の国や地域でも模倣された。ただ実際は、ドゥニエの旅重なる悪いにより、当初の肯定レートとされたトゥールカ12ドゥニエよりも多くの銀を含むこととなったためにグロ銀貨は値上がりしていった。グロ銀貨は、 純度が高かったために信頼され貿易でも利用された。原料は、東欧のフリーザフ派、スチュリア、ボヘミアで新たに開発された銀山からの産出によった。ドゥニエの悪いは継続的に行われていたが、フィリップ4世の悪いは特筆されるもので、対イングランド、対フランドルの戦費を確保すべく悪いを繰り返し、年率65%のインフレも記録した。 1295年にフィリップ4世はこれまでのドゥニエの2倍の価値を持つという設定の2ドゥニエ化を新たに発行した。しかしこれは、ルイ9世時代のトゥールカが0 3 3 5ムの銀を含有していたのに対して0 5 7 5ムしか含有していなかった。さらに1303年に発行した2ドゥニエ化は0 2 2 9ムしか銀を含有していなかった。 この2ドゥニエカが発行されたことによりドゥニエは価値を下げ、相対的に価値の上がった一グロ銀貨は36ドゥニエ換算まで値上がりした。フィリップ四世は偽金作りの国王とあだ名されたり、三百十三年には王による悪いを風刺するシャンソンまで作られた。また、手加減のない悪いはカペアーサからバロアーザへと引き継がれ、百年戦争、ジャックリーの乱。 パリ市民の放棄、ペストの流行などの際に、財政をごまかすための手段として、フィリップ6世、ジャン2世は、たびたびこれに手を染めた。二人の王の治世下で行われた懐中は、金貨が51回、銀貨が117回という、シャルル6世の発行したジュード 2A 相当のゲナール。1389年。戦術のような時代の中でたびたび行われた、悪いであるが、 シャルル5世は、貨幣価値の安定に努めたものの結局は、全体として見れば、改善と改悪の繰り返しであり、また建前としてではあるが貨幣貢献が再確認されたものの様々な品位のドゥニエが発行される動きに変わりはなかった。戦術したバロア朝における悪い二人組の一人目である、ジャン2世は1360年12月5日の王霊で、フランという、 新たな通貨単位を定めた。価値は、ドゥニエを基準として定め、トゥールカ二十数すなわち240ドゥニエに相当するとし、純金3 8 8ムの適正な純金のドゥニエかを謳ったが、これは自身の身の白金の償還に使われ、1365年には廃止された。シャルル5世は、貨幣制度の再建を志し、フラン金化。 グロギンカ、ゴドゥニエの微論化を柱とした、貨幣制度改革を実施した。ドゥニエは一時的にではあるが、微論化になってしまった。1385年、シャルル6世は、グロギンカを一時中造停止し、ジュードゥニエ相当のゲナールという微論化を代替とした。同王はその治世中に、造幣所の統廃合を進めた。地方化を独自に発行する。 造幣所は100以上残存していたが、これらを一桁台にまで統合することを得た。この時点で、フランドル、ブルゴーニュ、ブルターニュ、ギュイエンヌなどがなお王権の外に造幣所を維持した。ちなみに、画像枠内で上述したトゥールの城のデザインは、銀貨が鋳造停止となったことで廃止された。ルイ十一世の時代には多様な銀貨が発行されたが、この時にドニエも、 銀貨として鋳造されたものの品位は150、1000に止まった。貨幣貢献は徐々に王に完全統一されつつあったが、依然として、ブルターニュやブルゴーニュは独自のコインを鋳造し続けていた。1489年、ブルゴーニュでは、ドゥニエは廃止され、大体として、従前のドゥニエと比較して後、サンドゥニエの価値と定められた、ニクエが現れた。また、フランス域内であって、 ドゥニエが存在していたネーデルラントは15世紀中にフロートが計算単位として使われるようになり、ネーデルラントにおいてドゥニエは役目を終えた。ルイ12世は1514年にイタリアからフランスにテストンという銀貨のタイプを移入し、鋳造を始めたが、これは十数の価値とされた。アンリ3世の発行したドゥニエどうか。表は王の胸像と周囲にヘンリー 3R で、 フラン、ET、パルの名。裏は、ドーブブル、トベノイ。16世紀には新大陸よりの大量の銀の流入、引き続き行われた、悪い、ヨグノー戦争などがあり1世紀ほどの間に、小麦価格が4から5倍に上がるなど、フランス経済は、世紀前半は良かったものの後半には、衰退を始めた。ドゥニエは、地方では未だ存在したが、 9円のブールドルアカやブルターニュカなど、もはや小銭であり、流通貨幣としては、トゥールカ12ドゥニエの価値がある、ドゥゼーンカ、10ドゥニエの価値がある、リゼーンカ、道6ドゥニエの自然貨が主として流通した。銀貨としてのトゥールカは、アンリ2世時代まで見られたが、その後ろ姿を消した。アンリ3世はフランを銀貨として復活させるとともに、エキ金貨を通貨単位とし、 サンリーブルを持って一駅とした。この時、ドゥニエを新たに銅貨として復活させ、トゥールカ1ドゥニエと2ドゥニエ銅貨が発行された。時に1577年のことであり、ドゥニエは、フランス初の名目貨幣となった。18世紀初頭には、銅が値下がりしたことの影響を受け、1数イコール15ドゥニエ銅貨換算となっていたという。 一方で18世紀中頃のアブビルのとある家庭の1週間の家計収支を示した別資料では引き続き1数イコール12ドゥニエ、換算で提示されている。ブルボン町地下の1602年9月、フランはそれまでの20数から21数4ドゥニエに値上がりし、フランとトゥールか1リーブルは10日でなくなった。この交換レートの変動は継続的に行われ、 すなわち、ドゥニエの価値は下がり続けた。1640年1月には、ルイ13世により、大規模な貨幣制度改革が行われた。新金貨、ルイの導入である。この金貨は10リーブル相当とされた。ちなみにこの時点で5リーイコール1駅の価値にまで変動していたので、リーブルドゥニエの価値は相変わらず、下がり続けていたということである。それでも、この時期ニエは、 未だ存続しており、15ドゥニエののび同化は小さな町では、貸金業者も独自に発行したため、国中に溢れるような状態となった。ルイ14世の知性化においては3、6ドゥニエも発行された。ちなみに、このうち3ドゥニエの価値のある貨幣は、特にリアールと呼ばれるタイプのものである。 スペイン継承戦争の戦費を捻出するため、また度重なる基金の対策など、悪いや通貨の評価額変更がたびたび行われ、様々な価値の貨幣が同時に流通する状態となり市場は大混乱となった。18世紀になると、フランスの財政は手がつけられない状態に陥っていた。収入は歳出に全然追いつかず、大量の負債が積み上がった。 ルイ15世の継承した負債は240億リーブルであり、1715年度の収支を見ると、税収6900万リーブルに対して歳出は1億4700万リーブルであった。打ン紙幣の発行や財政改革、富くじの発行なども試みられたが走行しなかった。そしてフランス革命へと向かうのである。フランス革命期における憲法制定国民議会の 時期においてもドゥニエが発行された。表面にルイ16世の肖像を、裏面には額面及び D の文字を中央に配し、周囲を月景樹で縁取ったデザインであった。国民公開の時代になると、最小貨幣の銅貨は数を単位としたので、ドゥニエはコインとしては姿を消した。そして1795年4月5日、リーブルス・ドゥニエの通貨体系は丸ごと廃止となり、 フランに一本化された。この時重心法を採用し、フランで死む3チームの体系が定められた。休貨兵となったリーブルとの交換比率は80フランイコール81リーブルであった。十字軍国家、アンティオキア公国のボイモン三世のディニエ。1162年から1201年。左は、兜と鎖片らを装備した公の図柄を、 中心として二重の同心円の間にボアンに区す。右は十字架の周囲に安泰やクニア、ボエモン四世ではないかとする説もある。十字軍国家や植民地などの一部、フランスが影響力を持った地域においてドゥニエが発行されるケースがあった。以下に例示する。ドゥニエは現代の貨幣と比較すると一体どのくらいの価値があったのであろうか。 上記で見てきたように、地方と時代ごとにドゥニエの価値は一定ではなく、単純に、一ドゥニエは、現代の貨幣で言えば何円であるなどという定義は、不可能である。とはいえ理解の助けとするために、注意を示しながらも当時の物価を、論文や書籍で引用するケースは見られるので、本節でもそれらに習い、いつ、どこの資料であるかを明示した上で物価を例示する、こととする。また、 通貨単位もドゥニエに統一する。ありがとうございます。